ちは。今日はですね、西南大学のチャプルクワにですね、来てますので、しばらくですね、ここで礼拝が始まりますので、そこにですね、今日の話を進めさせていただきます。本日はイスラム思想文化研究部でジャーナリストでもいらっしゃいますムガール・マリム先生です。先生は祈りの心、祈りは心のサプリメントになるという題で、先生からこうお話しましょう。皆さん、サラムアレイコン。今日はですね、皆さんにですね、宗教とは何か、祈りは心のサプリメントになるということで、テーマで話したいと思いますが、私の本業はですね、ペルシャ柔軟の商売やってますから、物を売るときはその物の良さまず教えないといけないんですね。心のサプリメントを今日は進めに来たんですが、心のサプリメントの良さをちょっと皆さんにお勧めしたいんです。心のサプリメントは祈りであるんです。で、祈りはどういう効果があるかということですね、話していきたいんですね。これはイスラム教、キリスト教、仏教、どんな宗教でもね、祈る心を持ってる、これは人間だけなんですね。私は猿が祈ることをですね、見てる姿見たことはないんですね。ご先祖様ありがとうございましたとか、感謝しますとかですね、もう罪を許してくださいとかね、もう動物世界はそれはないんですね。だから祈る心を持っている人間であれば、その祈りのサプリメントが必要であるんですね。で、そのサプリメントはなぜ必要なのかですね、人間の体が悪かったら病院に行って薬をもらって、栄養剤をもらってサプリメントもらいます。でも人間が肉体だけではなくて、もう一つスピリット、魂を持っている。霊体を持っているんですね。それは魂の病気がなったときはやっぱサプリメントが必要ですね。心の病とか、精神的な問題とかですね。で、このために私はですね、実際自分の父親から学んだことが一つあるんですね。私、父に聞いたんですけど、お父さん、人間がどこから生まれてきて、今何をしてるんだ、どこに行くんだ、この3つの答えてくれないんですか。人生の目的なんですね。どこから来たか。今なんで生きてる目的は何なのか。で、それからもう死んだらどうなのか。で、これその凡人はこういうことはあまり考えないけど、やっぱ宗教人は絶対これを考えます。これ3つのどんな宗教にも課題であります。で、私の父が教えてくれたのは、もうこれ簡単だよって。生まれてきたのはどこからかですね。これはでも、それよりもまず自分がね、行き先を聞きな、見なさい。人間がたどり着かったんですね。子供の頃から、どこに行くんですかって、大人に向かっていくんだって。現実の話ですね。そうだって。子供から大人になっていくんです。で、大人になったら、ね、子供の気持ちは分かるんですよね、経験してるから。でも、大人の気持ちで大人になってみなければ分からないんだよって言ったんですね。なるほど、すべては経験であるんですね。じゃあ、大人になってくるなら、年取っていくんだよって言って。年取ったらどうなのか。実は若さの経験したら分かるんですよ。若さってこういうもんだって、すべては経験である。で、年取らないと分からないんだって。膝が痛いんだとか、あちこち痛いとか、歩けないとか、もう苦しみとか痛いのは老人のね、もう年寄りとかね、いくら若いたちが孫に話しても分からない、経験しないといけない。お父さんここまで分かるんだけど、死んだらどうなるんだ。父が、死んでみなければ分からないって言って、死んでみることはまず経験するべきだって、全て経験から来るんだって。死んだら分かるんだけど、どこに行くか。いや、お父さんもうちょっと分かりやすく言ってくれるんですね。そして父が死んだら逆に考えなさい。年寄り前は何だったかと分かったんです。若い前は何だったか全部経験済みなんですよ。ね、子供だったんです。子供から前何だったか、赤ん坊だったんです。赤ん坊前何だったかって、ね、そうだ、ね。お母さんのお腹にいたんですね。じゃあお母さんの中の前にどこにいたんだって。どうやって出てきたって。これはやっぱり血液だったんですね。お父さんの血液とお母さんの血液。でこれ交わって私ができたんだ。そうだ。ここから哲学が始まるんですね。血液どこから生まれてくるんだ。血液の時は、そのこれ食べ物でしょ。そう、食べ物。食べ物だって人間ができる。じゃあ食べ物がどんどん出てきたの。これ大地から、土から生まれた。土からできた。だから人間の根本的な、ね、大地は、ね、大地は母でありということは、人間が産んでくれた。人間が土から生まれてきたから、土に戻るんだって。基本的に産んでくれたのは土である。いや、お父さんそれは分かるんだけど、土を誰が作ったんだって。これ地球を誰が、そこにやっぱ精神的な。全てはやっぱりね、神様は創造者であり、創造主であり、全ては神様の作ったんだ。あれはアラの神と言いますし、ゴッドと言いますし、神様と言いますし、創造主が全てを作ったんだ。
で結構それ全て万物は創造主に作ったんだけど、人間は作ったんじゃない。人間産んだんだと聖書に書いてあるんですよ。人間は創造していない、産んだんだ。だから人間が神様から生まれてきたんだよって言うんです。だから我々の本当の親は神様なんだ。だから後ろで言ったら、いやもう性能もね、ダーウィンの進化論で見ると猿から生まれてきて進化してきて、こうやって人類が成長したんだって言ってね、この説は肉体的に OK なんですよ。大丈夫です、それはもう知りはしない。でも精神的にはそれは人間は、じゃあ猿は先祖だったらなぜ猿の上から見ない、仏壇の前に行って拝まないんですか、お猿様、ご先祖様ありがとうございました。猿は反省だけなら猿でもできるけど、猿は祈りはできないんです。猿は人の罪は許せないんです。猿は人類は救えないんです。救うのは最後はやっぱり人類は人間であり、人間の中にある神様は、神の精霊で人間の中にあるというんです。でそこで父親が言ったのは、実際は人間の中に、肉体はもうこういうプロセス的に地球から生まれてきたんだけど、魂は光として人間がお腹からへそ切られた途端に神様から光が入るんだと。その光は人間に精霊って宿っていて、万物と違って人間は万物の霊長である。